ねえ、三上くん。さっきからめっちゃ笑ってるけど、何の動画見てんのああ、この裏芸人知ってる。私もめっちゃ好きなんだよね。超面白いよね。ああ、この動画私も見た。ここめっちゃ面白いの、この後。<laughs> やばくない <laughs> 面白すぎて、いつも過呼吸みたいになる <laughs>。三上くんどうしたの青わめた顔して。 なんかついてたかなさっきチキン食べたから。ついてたえ,えパパんああ、最近私、かなちゃんと全然いないよ。 なんか、かなちゃんが、私が言った些細なことで怒り出したんだよね。なんか、ちょっと太ったみたいなこと言ったら、急に怒り出して、なんでそんなこと言うのみたいな。だからそういうさ、女っぽい性格のやつ苦手なのね。だってさ、実際太ったと思ったから、え太ったって聞いただけなのに、急に切れ出すんだよ。じゃあ、痩せとるよって話じゃない言われたくないんだったら、じゃあ、痩せなっていう感じじゃないめんどくさいんだよな。だから、なんか、いいやと思って。全然かなちゃんとはもう連絡すら取り合ってないし、あってもない。何もしてないって感じうん。めんどくさいし。 私ですか本当に全然可愛くないですなんか自分のパーツとか好きなパーツ一つもないし髪の毛だって好きじゃないし自分も性格も全然好きになれなくてっていうかなんでこの世に生まれたのかなってなんか神様は何を思って私を作ったのかなって感じだしなんかなんて言うんだろう親ガチャも失敗してるし私何で本当に。 生きてるんだろうってこの世界に必要とされてないのになんで今も生きてるのかなっていう感じで全然なんか可愛くもなんでもないですしごめんなさいって感じですこの世のゴミです,すパパああ今日鏡持ってくるの忘れちゃったあエ恵比寿んちょっとちょっと思いっきり目見開いてもらってもいいありがとう。 いい感じあ今日さ鏡持ってくるの忘れちゃって恵比寿んの瞳の中で髪の毛のセットしてもらったうんありがとうどうしたのっていうか私の可愛いい顔こんな何秒間も見れてよかったね感謝の言葉はありがとうもないのびっくり あー田中君と昂く君の告白なら断ったよえなんで全然興味ないしっていうかマジで一般人興味ないんだけどクラスのやつとかマジで無理えマジでケンティーしか勝たんマジえケンティー以外の人全員ゴミに見えるんだよねえなんで私に話しかけてんのみたいな感じマジでケンティー結婚してくれないかなー本当にはあ田中と昂貴とかマジクソほどどうでもいいんだけどあいつらマジで 誰かゴミ出しの日に出しといてくんないって感じ待って待って待ってみんな注目ね今からこの水を右の鼻の穴だけで吸いたいと思いますいきますそれいけそれいけ <laughs> 動画最後まで見てくれてありがとうございました。他にも TikTok、Twitter、Instagram でやってるので見てください。Instagram はあるあるストーリーやネタ投稿などしてるのでよかったら遊びに来てバイバイチャンポイパー